はい、OK。てか君台本全部読んだ？はい、読みましたけど。いいの？ちょっとやってみてよ。あの監督ちゃんと芝居見えてないんですよね。じゃあ分かんないね。もしかして主役？もしもし、ゆきこさん、今朝交通事故に遭われまして。この度はお悔やみ申し上げます。エリちゃん、喪服は？もう手配は全部済んだから。姉はどういう仕事をしてたんですか？何も聞いてないの？参列者のために泣くの？知らない人の葬式で泣くってことですか？そうよ。私を雇ってもらえませんか？あなたにできる？女優なんでそれはできます。浮き輪の仕事はね、泣いて見えればいいってことじゃないの。ですよね。女優は高校からの夢やったよ。綺麗な女優さんに子供の世話難しいんちゃう？うるせえ。私の葬式に来てもらいたいのよ。泣きや？それとも女優？どっちも？お母さん、何も心配しなくていいよ。